入浴。入浴とは、主に人が、体の清潔を保つことを目的として、湯や水、水蒸気などに体を浸すことを指す。入浴施設の構造物に関しては、風呂を参照。古代ユダヤ人にとって、入浴は、社会的な義務であり、入浴によって、体の清潔を保つことは、モーセの立法にも含まれている。また、タルムードでは、ユダヤ人は、 公共浴場のない町には住まないことなど、入浴に関する細かな規定がされている。紀元前1055年に、タビデ王がエルサレムに建設を開始した公共浴場、ミクバは、ソロモン王の台になって完成た。古代のミクバは6メートル四方の地下室で、体だけでなく、精神を浄化する場所でもあった。ミクバは、中東以外にも、ユダヤ人が住む先々の町で作られた。 紀元前一世紀頃から中央アジアで虫風呂があったと思われる。これは高温に加熱した石に水をかけることで蒸気を発生させて入浴を行った。燃料などが少なくて済み手軽に使用できたため、冷水による入浴に適さない地域で広まった。中東ではこの虫風呂が公衆浴場、ハンマームとなった。また、ロシアや北欧に伝わりサウナの原型ともなった。 次のヨーロッパの項目で解説されているが、古代ローマ帝国全土に広まった公共浴場はイスラームによる北アフリカの地中海沿岸地方とシア地方の征服後もイスラーム圏で保持され、中東、イランでは現代に至るまで続いている。公共浴場はモスク、市場と並んでイスラーム都市の基本構成要素となった。紀元前2600年頃のインダス文明の モヘンジョダロやハラッパー等の諸都市は大規模な公衆浴場が完備していた。古代インド16大国のマガダ国の首都ラージャガハ、現在のビハール州ラージギルは温泉が多く、ラージャガハに葬された仏教最初の寺院である竹林少女の近くに温泉がある仏教僧院タポダラマがあった。当時を目的としていた思われる。現在、跡地にはヒンドゥー寺院が建てられるが、 温泉は今も健在である。ヒマラヤ山脈があるインド北部のジャンムーカシミール州、ヒマーチャルプラデーシュ州、ウッタラカンド州などは温泉が多く、宗教施設の中やその周辺に源泉があることが多い。パールバティ渓谷にある温泉は有名である。ヒンドゥー教の多くは1日の始まりに寺院の貯水池や川で沐浴を行う。あるいは毎日仕事を終えた後、 一時間ほど時間をかけて全身を洗い清める。ただし、目浴する川の水が著しく汚染されている場合もある。宿教にも目浴の習慣があり、アムリトサルにある宿教の総本山、黄金寺院周辺でも目浴をよく言ってる。古代ギリシャ人は綺麗好きではあったが、ローマ人ほど入浴に熱心になることはなかった。文明初期には暖かいお湯に浸かることは、 大敗的なことだと考えていたが、紀元前4世紀頃のギリシャの都市には公共浴場が存在した。デルフォイには大規模な温泉施設があり、プラトンの時代にはギムナシオンに浴場が併設されていた。ローマ帝国時代には各植民都市に公共浴場が作られた。入浴様式は虫風呂の他に広い浴槽に浸かる形式もあった。217年に作られた。 ローマのカラカラ大浴場は2000人以上が同時に入浴できたと言われている。古代ローマの入浴は官営病院を持たなかったローマ人の感染予防施設としても使われた。ローマの公共浴場は時代の流れとともに大衆化死者工場、娯楽施設としての意味が増してきた。一方で売春や飲酒万円、怠惰の温床にもなった。 北ヨーロッパのフィン人は、サウナという公衆浴場で入浴した。古代のサウナは、社会的には、禊の場であり、死者は、葬儀の前に、サウナに入れられ、悪魔に取り憑かれたとされた者はサウナで悪魔払い受けた。初期キリスト教の厳格な信者からは、ローマ式の入浴スタイルは、大敗的で贅沢であるとされ、敬遠されるようになった。さこそ、聖人の要件であり、 自己犠牲、敬験な振る舞いであると信じられた。入浴するにしても服を脱ぐことは論外であり、異教徒と同じ浴槽に入ることも考えられないことであった。中世初期に衰退した公共浴場に代わり、木製連携のたらいが普及した。二人以上が入ることができる大きさで、経済的、労力的な理由から複数の人間が同時に入ることが常だった。 入浴は贅沢の一種であり、貴族たちの間では招いた客を、夜会の前に入浴させる、ドンネ・アラベールと呼ばれる習慣が流行した。十字軍の時代、東方からハマームの監修が伝わり、かつての浴場跡などに公共浴場が再建された。しかし、羽目を外す者が後を絶たず、堕落や非政治が社会問題となった。教会は、 公共浴場での入浴は不道徳で、異教徒的として非難し、教会の金によって男女の入浴時間を分けるなど、積極的に介入した。一方、ムーア人の影響下にあったイベリア半島では、洗練されたハマームでの入浴習慣が続いていたが、キリスト教徒による国土回復運動によって失われた。共同浴場は、これらやベスト、 梅毒などの伝染病の温床となり、1350年のセンペストの流行により多くの公共浴場が閉鎖された。それ以後の共同浴場は実質的に売春宿だけとなり、16世紀には全面的に禁止されるに至った。結果、キリスト教徒の間では、社交的入浴は強楽の象徴とみなされて、忌み嫌われ、自宅での個人風呂が主流になっていった。 ルネサンス期のヨーロッパ、特にフランスでは水や湯を浴びると病気になると信じられた。ベルサイユ宮殿のバスタブは建設された当初は使われていたものの、その後はマリー・アントワネットが嫁ぐまで使われなかった。王校貴族は入浴の代わりに頻繁にシャツを着替え、香水で大衆をごまかすようになった。これがパリなどのフランスの大都市部の公衆衛生の悪化の原因の一つとなった。 18世紀、イギリスのジョン・ウェスレイによって起こされたメソジスト派の、清潔は神聖に次ぐという主張と、水治療法という民間療法の流行によって、公共浴場や入浴が見直される機運が待った。これらの大流行の反省から、ロンドンの上下水道が完備され、1875年に、イギリスで、公衆衛生法ができて入浴が奨励されるようになり、徐々に、 バスタブによる入浴が行われるようにな。さらに19世紀、イギリスでシャワーが発明される。以後、シャワーによる入浴が世界に広まった。もともと日本では川や滝で行われた、木浴の一種と思われるみそぎの慣習が古くより行われていたと考えられている。紀元3世紀の中国の歴史書に、日本人の徹底した潔癖性についての記録がある。 仏教が伝来した時、混流された寺院には、湯道、浴道と呼ばれる、沐浴のための施設が作られた。もともとは、僧仁のための施設であったが、仏教においては病を退けて、福を将来する者として入浴が励まされ、仏説温室戦浴修創業と呼ばれる経典も存在し、性欲によって、一般民衆への解放も進んだと言われている。 特に光明皇后が建設を支持し、貧困層への入浴治療を目的としていたと言わる、北京寺の浴堂は有名である。当時の入浴は湯に浸かるわけではなく、薬草などを入れた湯を沸かしその蒸気を浴堂内に取り込んだ虫風呂形式であった。平安時代になると寺院にあった虫風呂様式の浴堂の施設を上級の公家の屋敷内に取り込む様式が現れる。枕の宗師などにも、 虫風呂の様子が記述されている。次第に宗教的意味が薄れ、衛生面や遊興面での色彩が強くなったと考えられている。浴槽にお湯を張り、そこに体を浸かるというスタイルがいつ頃発生したかは不明である。古くカラオケに水を入れて体を洗う行水というスタイルと虫風呂が融合してできたと考えられている。この入浴方法が 一般化したのは、江戸時代に入ってからと考えられている。だが、漢方医の間では入浴の習慣が広まることに、危機感を覚える者も,もいた。いわゆる抗生派と呼ばれる医師たちは、温泉療法以外による入浴は、体内の気を乱して、体に悪影響を与えると考えている。貝原駅犬の養生君にも10日に一度寝るま眉に沐浴すればよく。 それ以上の入浴はかえって毒となると書かれている。だが、古法派とされる医師たちは、実証主義観点から、適度な入浴は、気の循環を駆して、体内の毒物を外部に排出するのを助けると論じ、乱暴為も皮膚に赤が付着することの危険性を論じて、入浴外毒論を批判している。現在、世界的に見ても日本人の入浴頻度は、かなり高い。江戸時代は、 一般的に入浴頻度がそれほど高くなく、銭湯などの共同浴場での入浴が一般的だった一方で、地域や生活水準、あるいは季節によってまちまちであった。毎日入浴する習慣が全国的になっていくのは、家庭内へガスによる瞬間、湯沸かし器や水道水の普及が進んだ高度経済成長期以降のことである。近年はシャワーが普及し、 少人数世帯の増加と、夏季は1日に複数回入浴するためにシャワー飲み、浴びるという人が増えた。また、高温の入浴は健康、特に高血圧に悪い、体を温めるに、歯やぬるい風呂に長く入る方が効果的と考えて、ぬるめの入浴を好む日本人も増えるなど、入浴の仕方に変化が現れている。温泉街では、 地元住民が通う異音が高い共同浴場と観光客も入れる、ぬるめにした浴場が別に設けられている地区もある。一般に日本人は入浴、特に高い温水での入浴を好むと言われ、多くの日本人が好む入浴温度は40から43度程度である。つれ連れ草にも住まいは夏を胸とすべしとあるように、日本の住居は日本の多湿の気候を考慮して、 風通しの良い構造が好まれていた。このため冬場の防寒のために熱い温度の入浴が好まれるようになったというものである。日本人が風呂好きとなった原因として、冬は前日の理由から、夏は高温多湿の気候により汗をかきやすく、火山灯のため土が粘土質であり、埃が立ちやすいことなど、一年を通じて入浴を必要とする日本の気候風土が挙げられる。 また神道や仏教の影響を受け、入浴によって赤を落とすことは、心の中の赤、いわゆる煩悩をも洗い流すと信じられてきたことや、入浴による心身における爽快感という実体験が慣習として根付いたのだと、する見方もある。これに対して、例えば中国では、木浴を5日に1回行うことが理想とされてきたが、基本的には、蒸気浴。 あるいは行水の類であったと考えられており、日本人の入浴が特殊であったことを物語って、い。他のが異国も行水、シャワーを使用する国が多い。日本人は入浴に対し熱心かつ真剣であると言われる。アメリカ人は体をきれいにするために風呂に入るが、日本人は体をきれいにしてから風呂に入ると言われるほど、浴槽の衛生管理に気を使えている。日本では、 浴槽に入る前に体を洗うか、汚れを流し落とすことがマナーとされる。日本人と同じく入浴に熱心だった。ローマ人にとって入浴はその後の活動の準備であり、そのために体をリフレッシュさせる手段であるためもっぱら、日中に入浴した。一方、日本人は一日の疲れを癒しぐっすり寝るために夜に入浴する。多数の他人と全裸で入浴をする共同浴場は、 世界的に珍しい日本独特の入浴スタイルである。日本以外の温泉や公衆浴場では水着や前掛けを着用して入るのが一般的である。日本でも公営年間以前までは男は風呂ふんどし女は湯文字という専用の服装で入浴していた。公家が邸宅に入浴施設を取り入れ始めた平安時代頃から集落の密集した都市には 入浴をサービスとして提供する町家が現れたと言われている。1591年に伊勢与一によって江戸に初めての銭湯が置かれて以来急速に江戸市民の生活に溶け込んでいった。江戸時代に入ると銭湯が大衆化した。はじめは、心身的な理由で入浴することが多かった人々の間でも次第におしゃれや娯楽、 社会的コミュニケーションの場として銭湯に行く者も,も増加するようになった。銭湯に赤すりや紙すきのサービスをゆなにしてもらう、ゆうな風呂などが増加した。当時の川柳に、銭湯へ行かぬで下女は毒づかれ、と、銭湯へ行かない者を揶揄する者が現れるのも、こうした時代背景がある。松平定信が江戸の銭湯での男女婚浴を禁止するご発祖を出すなど、 空気の厳しい取締りの対象にもなった。この取締りは、日本の強小な住宅事情もあり、戦闘側の対象が湯船に勘弁な仕切りを施した、だけの例が多かったため、結果的に浴室が狭くなり、特に女性側から苦情が出た。その一方で幕府が低廉な価格維持、山、東京電によれば、共和年間におる入刀量は大人十分。 子供八分であったというの代わりに、戦闘業者の保護も行っていた。日に何度も、戦闘へ通う客のために、ガツ単位で投資で入れる木札を売っていたとも言う。浮世風呂、式典三場のように、文芸、絵画の題材にもなった。なお、江戸時代の戦闘の浴室は虫風呂を兼ねていた。入り口が、 ザクロ口と呼ばれる高さが低いかもいで湯気が逃げないようにする構造になっており、そのため浴室内はかなり薄暗かった。そのため浴室に入るときや出るときには先客に声をかける。例えば入るときにはすべてえものですとおのが礼儀とされた。なおザクロ口は明治初期に衛生上の問題を理由に政府の命令によってり外された。明治以前にも 男女混浴は風紀を乱すもととして禁止令が出されたこともあったが、効果は薄かった。明治に入ってから男女別浴が徹底されるようになった。また、トルコ風呂、現在のソープランドは日本独自の性風俗文化として花開いた。四国の一部では新築の家あるいは風呂のリフォームをした際、一番風呂を通りがかりのホームレスやご変路。 四国八十八カ所巡りの巡礼者、老人に使わせた上、応接間で地層、あるいはうどんを振る舞うという風習があるところがある。一般に、適度な入浴は、皮膚の清潔を保ち、心身のストレスを取り除く効果がある。長期間入浴せず、シャワーも浴びなかった場合、衛生状態が保たれず皮膚炎や感染症を引き起こす可能性がある。例えば中世頃に、 ペストが大流行した時、入浴の習慣のないヨーロッパ人の間では流行したが、入浴の習慣を先祖から受け継いできたユダヤ人はなかなか感染しなかった。このことからユダヤ人が毒を持ったと疑われ、各地でユダヤ人に対する虐殺が起きた。1960年代にヒッピー文化が流行した時には、現存の文化を否定する意味で入浴、歯磨きといった、 衛生概念をほとんど行わない習慣が流行した結果感染症が広まった入浴した時に熱くも感じず冷たくも感じない温度を俯瞰温度といい36から37度程度であるこの俯瞰温度での入浴した時に消費されるエネルギーが最も少ない俯瞰温度より高くても低くても入浴中に消費されるエネルギーは増加する また42度以上の高温の入浴や洗いすぎは皮膚の角質層を破壊し、かゆみや皮膚炎につながる。俯瞰温度よりも5度以上高い、熱い温度のお湯に入浴すると、入浴開始直後は血液の流れを皮膚表面から遠ざけようとする身体的現象が発生する。また水圧により血管が押しつぶされ、心臓に加わる負担が大きくなる。 高血圧症や心臓に持病を持つ人が熱い湯に入浴することを避けるように言われるのはこのためである。また入浴時間が長くなるにつれて体温の上昇が始まる。すると体の放熱をするために血管の拡張が起こり脳や内臓に回る血液の量が減少する。これは血圧の低い人が湯上がりの立ちくらみを起こしやすい原因となっている。入浴解除とは 自力での入浴行為が著しく困難なものに対し、他者が介助を行うことである。高齢や障害などにより入浴介助を必要とする人は多い。体を清潔にするほか、精神的、肉体的な苦痛と緊張を緩和させる、排泄作用を促進させる、睡眠を助長するなどの効果があるが常実の他にも、転倒、意識喪失などのリスクもあり福祉。 介護におけ専門性が要求される重要なサービスの一つである。入浴介助にはほぼ自立できる人を対象とした見守り、変麻痺のある人を対象とした入浴介助、シャワー入浴介助、寝たきりや車椅子に乗ったまま行える機械浴の介助などがある。ペットを飼い主が湯に入れて洗うことも入浴、風呂に入れると表現されることがある。また、日本では 野生、または飼育下で湯に浸かる日本ザルがおり、温泉ザルとして観光客らに注目されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。